東口荒川沖駅は、茨城県土浦市荒川沖東2丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道場番線の駅である。事務官高度は42万1104。当駅は、土浦市の南部に位置し、同市荒川沖地区の中心市街地、隣町の網町中心市街地及び、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地の最寄り駅である。 2005年8月の筑波エクスプレス線、開業前までは、南隣駅の日立の牛宿駅と共に、筑波市中心市街地の最寄り駅であった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。ホームに接する上下本線のほか、その間に中線があり、貨物列車の対比などに使われる。以前は上り線が、島式1面2線で3番線があり、特急などの対比に使われていた。 なお、JR 東日本水戸市社管内の駅では、初めての協乗駅舎の駅である。駅舎は、協乗式である。JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、緑の窓口や、自動改札機、指定席券売機、追加対応自動券売機、自動生産機が設置されている。改札口やホームに、 LED 式の発射表が設置されている。バリアフリー対応のため2005年頃にコンコースから西口駅前広場やホームとを連絡するエスカレーターとエレベーターが設置された。東口駅前広場と連絡するエレベーターは駅と直結していたサンパルの入り口前に2002年頃設置されている。コンコースにはコンビニエンスストア型売店ニューデイズミニ 荒川沖1号が設置されている。2009年8月1日より、土浦駅、神田地駅と同じ組み合わせで、1番線は、キラキラ星変装曲、2番線は、土浦市のイメージソング、風の贈り物にそれぞれ変更された。霞ヶ浦中屯地と同じく朝日分屯地まで、続いていた、専用線の後 JR 貨物荒川沖駅は、2008年3月現在、 臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、定期貨物列車の設定はない。2006年までは駅前にある、日立セメント、荒川沖サービスステーションのセメントに約設備とそれに、つながる、専用線があり、当駅には、セメントの到着があった。また、1985年頃までは、駅東方にある、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地へ続く、専用線も存在していた。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は8158人で、ある利用客数1近年の推移は以下の通りである。所在は土浦市であるが、稲敷郡阿弥町との境界線も近く、道庁の事実上の玄関口の一つでもあり、道庁方面への路線バスも発着する。また、2005年に、 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが開通するまでは、日立の牛駅とともに、つくば市駅への主要なアクセス駅の一つであった。つくばエクスプレス開業後も駅税券が割合広く、土浦市南部一帯、つくば市、網町のほか、自家用車などにより、三保村、稲敷市まで東西に広がる。一方南北には隣駅があるため、駅税券の広がりは小さい。 茨城大学アミキャンパス、茨城県立医療大学、茨城県立並木中等教育学校、上層学院中学校、高等学校、明慶学園中学校、高等学校などの学校や、産業技術総合研究所など、筑波研究学園都市の研究所、さらに、アミプレミアムアウトレットへのアクセス駅でもあり、そうした通勤、通学、利用客も多い。 西側は、旧三戸街道を荒川沖宿の市街地に隣接する。駅周辺は、古くから宅地化されているが、東側方面を進むと、徒歩10分かからずに、郊外的風景が広がる。戦前には東口近辺に荒川沖競馬場があり、賑わっていたが、1938年に群馬資源保護法が施行されたことで廃止された。西口には、 岡谷間製糸場の荒川沖工場が創業していたが、跡地は現在宅地、商業地として細分化されている。駅から少し離れた幹線道路沿いにはロードサイド型店舗が多く立地する。なお、土浦市街までは離れており、当駅と土浦駅間の営業キロも6.6キロと、上磐線土浦南では最も長い。 水戸街道の土浦までの間にある中村塾に対応する常磐線の駅は設置されなかった。荒れる川の奥の意味が荒川沖の語源と言われており、荒川とはかつてしばしば氾濫していた近くを流れる、おつ、戸川のことである。旧荒川沖宿、土浦市四つ子、中村、西根、つくば市方面。土浦市荒川沖東、網町荒川本郷、うずらの型面。 停留署名は、西口が荒川沖駅、東口が荒川沖駅東口である。筑波研究学園都市方面や網町方面へのバスが発着する。網プレミアムアウトレット行の15時以降の便を除き、すべて関東鉄道によって運行されている。東日本旅客鉄道常磐線特別快速、普通日立の牛区駅荒川沖駅、土浦駅駐車区。 編集して、編集、ありがとうございます。